はい、高須のパークと第7ランド、いつから、駐車場料金取るかっていうのを、語っていこうと思います。あと、いつから第7ね、朝第7始まるか、ナイト始まるのか、うん、そのあたりを語っていこうと思います。ちなみに僕は今、ちなみにこのチャンネルもね、高須のパークと第7ランドの中心のにやっております、スキースノーボードチャンネルでございます。チャンネル登録をお願いします。で今ね、12月6日じゃないわ、12月の12日、日曜日朝の6時、6時20分ぐらいですね。はい、人工駅ですね。はい。他にもね、動画いっぱいアップしてるんでご覧ください。ですね。でね、ちなみにね、むちゃくちゃガラガラなんですよ、駐車場。まあ、それはいいよ。で、ダイナランド、朝ダイナ、朝ダイナが始まるのが、もうちょっと後らしいです。で、夜ダイナね、12月29日からっていう予定らしいです。ってことは、ダイナランドさ、夜ダイナさ、クリスマスやらんのかな？それきついね。きついねっていうかさ、残念だね。クリスマスぐらいにはさ、雪がさ、結構降るんですよ。だからクリスマス、ひょっとしたらパウダースノーなんですよ。高須のモーダイナもね、わしがたけもこういう時はもう。ひょっとしたら昼賀の高原もね。で、昼賀の高原ね、いつだったかな、オープン。クリスマスぐらいだったと思ったけどな。だから、29日に夜ダイナ始まるっていうのはね、まあ、ちょっと残念ですね。もうちょっと前倒しになるかもしれないですけどね。うん。で、あとは、なんだっけ、お風呂が始まるのが、ダイナのお風呂ね、ホーテル、ビアモンさんか。あそこのお風呂、宿泊してなくても、500円か800円ぐらいで、借りれるんですけど、それがね、19日だったかな ?19 日からです。だから今日、まだ12日でしょ。だから、しばらくね、お風呂入れないですよ。だから下の方まで行って、湯の平温泉か。あそこまで行かないと、そのお風呂にね、入れないという感じですね。はい。で、あと何だっけ。お風呂はそういう感じで、で、駐車場料金が取るのは、来週か再来週からです。うん。来週か再来週。で、1000円です。1台1000円。1台につき1000円ですね。はい。一台につき1000円。で、シーズン券持ってる人は、ただですね。ただ。シーズン券持ってる人は、ただ。です。あと何言ったっけ？まあ、いいや、忘れてた。忘れてたらコメント欄に書きます。はい、ということでした。じゃあね、バイバイ。